やっほー、イベント終わったてって。そう、早起きさん、みんなおもろい。じゃあみんな星投げカウントよろしくお願いします。星投げカウントよろしくお願いします。寝れたのかい。寝れた。気づいたら寝とって、なんか気づいたらあのベッドでパーンって気失っとって、ちゃんとそっから起きて動きました。そして目が覚めたらなんかちょっと髪が短くなってるんですよ。なんかね、分からんけど、なんか起きて目覚ましたら髪の毛が短くなってるんだよね。今日山口に来る人は私の髪を切った姿を一番最初に見れます。イエイ、おめでとうございます。明日も早朝配信ありますか？明日はないかな。でも明日も早起きかもしんないな。でもこの配信多分ね、夜帰ってきてからもね、夜帰ってきてからも配信できそうなので、帰ってきてからも配信できそうなので、この配信は15分だけにします。意外と髪の毛切ったのあんま分からんか。あのボブじゃなくてショートになりました。錯覚ではなく切ったのか。そうだよ、それは錯覚ではありません。おはようございます。もう少しでも、お良いね、楽しみましょう。そんなめっちゃ短い、なんか思ったよりさ、こう見たら鏡で見たらめっちゃ短く見えるけど、配信やとそうでも、そう見えんくない？配信やとそうでも。そうもないよね。花火集めてまーす。そう、髪切った、髪切りました。もうずっとね髪切りたくて、もうねあのイベント中もねずっと髪切りたくてさ、もう髪の毛が伸びきりすぎとって、伸びきっとりすぎてもういやーって髪切りたくて、切ってきました。サライで映るの楽しみにしてます。今日は山口に行きまーす。おはよう。おはよう。さすがにみんな寝てるわ。みんな寝てるよね。ドゥルルルル。トゥルトゥ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 ルトゥトゥトゥ。これみんな歌えます？歌詞 DNA に刻まれてる？遠い夢捨てきれずにふるさとを捨てて
穏やかな春の日差しが揺れる、ここむずいよね、揺れる小さな駅。だんだんさ、あの歌手の方ってさ、あの歌い慣れてくるとアレンジするやん。別れより悲しみより憧れは強く、寂しさと背中合わせの一人きりの旅立ち、動き始めた汽車の窓辺を流れてゆく景色だけをじっと見ていた。ランナーなっちゃいなかったな。なあ、私じゃなかった。私その時多分ねもう走り始める頃にはイベント配信してたから呼ばれてもすぐ意見状況やったよ。一応ないつ呼ばれてもいいように準備はしとったんだけどね。えそう、呼ばれんかったわ。日本海が暗闇で綺麗です。夜よ、夏ツアーでおすすめの曲ありますか？夏ツアーでおすすめの曲は、サングラスで君はいつだって眩しくて。おはよう、たまたま起きた。すごいじゃん。たまたま起きたなんて、私が呼んでるじゃん。私が呼び起こしてるやん。すごい。朝ごはんめっちゃ可愛いの食べちゃってもいいですか？でもまだね、お腹なんかお腹空いてないんだよね。朝起きたてすぎて、起きたてほやほや。可愛くない？見て、星投げカウントお願いします。もう連日イベントでみんなからのたくさんの星をいただき、あのチーズタルトまで星にしてしまいました。すまん、最終的にはあ終わったか。そう、可愛いでしょ。なんか可愛すぎて、なんかさ、これなんか食べなんか食べたらかわいそう。可愛すぎるけん愛着芽生えた。可愛いよな、これ。これあれだよ、あのカレーパン研究所、カレーパン研究所のチーズタルトね。カレーパン研究所がさ、めっちゃ久々に行ったらさ、すんごいさ、いろんな甘いパンとかも出ててさ、なんかね、私がね、そこでね、もう一個甘いのね頼んだんよ。頼んだっていうか買ったんやけどさ、あのね、めっちゃ美味しかった。ちょっとなんかパイ生地になっとるコロネの中にバニラビーンズたっぷりのなんかホイップとカスタードを混ぜたような、カスタードなんかな、あれカスタードがね入っとるね。あれはね、なんて食べ物なんやろ。めっちゃ美味しかったんよ。また食べたい。カレーパン研究所、研究所、カレーパン研究所調べて出てくるもの。ドゥドゥドゥ、カレーパン研究所はカレーパンしかないかな。カレーパン研究所、クリームパンって書いてある。クリームパンではないんだよな。わわ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 、カレーパンしか載ってないか。そりゃそうか。おはよう、おはよう。そらジローだー。おはようございます。おはよう、おはよう。さすがに下越しできんかったよって。寝るの忘れたの？違うわ、今日は早起きなんじゃ。今日はね、山口県で24時間テレビのスペシャルライブがあります。 STU48
なので早起きです。寝るのはねしっかり寝た。えさしかさん花火ありがとうございます。逆にみんな寝るの忘れてない？大丈夫？広島県の県民センター地区、あそうそこだよ、私が行ったの。カレーパン研究所。ファイリントゥデイ、ファイリン、ファイリン。はーい、ナイスミーチュー。はーい、バービー。走って現場まで行くのかな。24時間テレビやけんね。走ろうかいな。最近ね、好きなんよ。歩くの、歩いたり、走ったりするの。歩いて、走って。かわいい。しおりん、超かわいい。CM に出た。おはよう。新しい眼鏡、今見るといいね。最近モノクロなファッションが好きだからとっても合う。シティーというと自転車のイメージ、それはペダルと車輪と来た道とだろう。そのイメージだろう。あソニーさんおはようございます。 ST48 をあ STU ウォーカーゆえお疲れ様でした。ありがとうございます。ありがほしい。メガネしたままライブしますかっていや絶対ぶっ飛んでくメガネ。おぽーんさよならってなる。開始数秒でメガネ飛んでく。そらじゃかわいい。そらジローかわいい。私ねそらジロー見たことあるんだよ。そらジローが好きすぎて、そらジローをなんか東京に遊びに行った時にたまたま近くだったからそらジロー見に行ったの。めっちゃかわいかった。で木原さんがめっちゃかわいいの。そらジロー、え、そらジロー緑着てるくない？ T シャツ。ちょっとお揃いにしようかいな。え、違うかな？これ水色かな？どっちだと思う？ディディディンディディン。あやめさん、はじめまして。こんばんは、たなみん。さん、そらジロー、そらジローってファンサしてくれるの？え、めっちゃしてくれる。めっちゃしてくれるよ。え、んでそらジローが着とるの、これどっちだろう。なんかこの画面上じゃ判断しづらいな。水色なのか緑なのか。でも多分なんか色味、そらジローの色味的になんかあったかい色やから緑の方が似合うと思うんじゃけど、自分的には緑かな。まだ着る T シャツの色は分からんのかな。そう、着る T シャツの色ね、いつもね自分たちで選んでるんですよ。前回も自分たちで選びました。あ、でもちゃんとあれよ、先輩ファーストやけんね。先輩ファーストやけんね。黄色ちゃうんかーって。え、でもちょっとなんか黄色いいなって思っとったけど、なんか今そらジローが緑着とるってちょっと揺らいだよね。揺らいでます。え、台風9号。なっちゃん2色着てなかった。そう、途中でこの前じゃない、去年の24時間テレビはどのタイミングで着替えたのかな。そう、着替えたんですよ途中で。
メガネおしゃれ。ありがとうございます。お家ではメガネ族です。台風気をつけて。沖縄の人たち、まあなっちゃんといえば黄色か緑だからな。そうだよな。3期生に譲る心の余裕見せつけるんじゃろ。3期生逆に何色着たがるかな、気になるかも。832日、あ、15分になった。初め旅行のガチ発見して考えたけどやらなかった。いや、どういう報告、どういう報告。おはようございます。あ、これ緑だな、そらジロー着てるの。あ、緑だわ、かわいい。それで視力悪いですか。まあでもメガネ外しても見えないこともないって感じ。でもすごいぼやけるけん気持ち悪いけんかけてます。そらジロー緑でしたわ。 T シャツ寝るねって、マジ寝て眠たい人マジ寝なさい。これはもしも夜配信できやった時のための救済配信なの、救済措置。思ったよりみんなが起きとってびっくり。では滝野さん水色、まやさんピンクなら緑選びで。あ、でもなんか私のイメージはそんな感じやな。なんかめっちゃリコチ黄色のイメージある。研究生ちゃん、研究生ちゃんが何色かやねん。でも何色も似合いそうじゃな。おはよう。では壇上読みますね。13位クリミありがとう。12位ムネヒロさんありがとうございます。11位ココホルさんありがとうございます。15位ゴキザリー Thank you。 9位今もまだフーちゃんロスさんありがとうございます。8位小ガラスマルさんありがとうございます。6位フラペチーノさんありがとうございます。6位ホソスさんありがとうございます。5位鉄兄ありがとう。4位焼きそばさんありがとうございます。くしゃみでそう。3位月影さんありがとうございます。2位秋吉さんありがとうございます。そして第1位ジドクさんありがとうございます。パチ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 。というわけで皆さん髪を切ったよっていう話です会場に来られる方お気をつけてお越しください。それではまた夜配信できると思うので、できるとしたらね、どんぐらいかな。でもね、夜になるかな、遅くなる。23時とかその辺かな。日付変わる手前ってくらいかな、できるとしたら。それではみんなも気をつけてきてね。それでは行ってきます。みんなも行ってらっしゃい。バイピョン。会場で会いましょう。